どうも、お疲れ様です。チカラです。今日は、ちょっと限定のウイスキーをゲットしてきたんで、今日はちょっとそれを飲んでいこうかなと思います。今日のウイスキーはこちらです。じゃん！はい。これはですね、ジョン・ウォーカーサンズセレブラトリーブレンドってやつですね。はい。酒屋さんでゲットしてきました。限定らしいです。これはジョニー・ウォーカーの200周年記念ボトルっていうことでね、販売されたやつらしいんですけど、これ価格はね、5500円出してお釣りが返ってきました。5400円ちょっとぐらいでしたね。はい。ということで今日はこれをちょっと飲んでいこうかなと思うんですけど、ちょっと早速まず開けてみましょう。はい。ここにちゃんとストライディングマン書かれてますね。これストライディングマンっていう名前なんですけど、アルコール度数 51%、700ml。よし、じゃあ開けていきましょう。で、このボトルなんだけど、ちょっとね、マグネットチックになってて、ほら、パタパタする感じなんですけど、いきますよ。パッカーン。どうですか、ほら。超かっこいいでしょ。これが、ジョン・ウォーカー&サンズセレブラトリーブレンド。ちょっと噛みそうな名前なんですけど、今日はこれを飲んでいきたいと思います。ジョニー・ウォーカーにしては結構高いですよね。5000円超えです。で、ここに書いてあるこのなんか建物とかいっぱい絵が書いてあるわけじゃないですか。で、ちょっとこれが何かすごく気になったんで、ちょっと僕調べました。これはジョニー・ウォーカーの創業者のジョン・ウォーカーが最初はスコットランドでウイスキーの製造じゃなくて雑貨屋さんをやってたらしいんですよ。その雑貨屋さんの建物がこれらしいですね。結構立派で大きいよね。なんでこれは蒸留所じゃなくて雑貨屋さんの建物ということです。じゃあちょっと早速飲んでいこうかなと思うんですけど、ちょっとだけこのジョニー・ウォーカーのこのなんだっけ、サンズセレブラトリーブレンドについてちょっと調べました。で、これはジョニー・ウォーカーブラックラベル12年の原型となったウイスキーを現代に蘇らせた200周年記念の限定ウイスキー。ジョン・ウォーカーは世界ナンバーワンのスコッチウイスキージョニー・ウォーカーを世に広めた創業者っていうことですね。そしてこれキーモルトなんですけど、1860年代以前から稼働している蒸留所の原酒を使用し、当時のアルコール度数を反映した 51%、 そして香りと味の感覚を現代に蘇らせた、まさに当時の味を楽しめる晩品っていうことですね。で、このジョン・ウォーカーサンズセレブラトリーブレンドに使われているこのキーモルトの原酒なんですけど、シングルモルトウイスキーのカーデューと、で、現在はもうね、閉鎖してしまった蒸留所のポートダンダスっていう蒸留所の原酒が使われてるみたいです。僕初めて聞きました。ポートダンダス蒸留所なんですけど、スコットランドで最も古いグレンウイスキーの蒸留所の一つです。ポートダンダス蒸留所はブレンデッドウイスキーのホワイトホースに原酒を供給していましたが、2009年に蒸留所を閉鎖されてしまいましたっていうことですね。っていうことは、もうこれ確実に限定品ですよね。このポートダンダスの原酒がもし仮に全部なくなったとしたら、もうこれは今後一切飲めなくなる可能性がすごく大きいっていうことですよね。うわぁ、マジか。ちょっと楽しみっすね、これは。はい。ということで、じゃあこのジョン・ウォーカー、早速ですがちょっと飲んでいきたいと思います。はい、それじゃあ開けていきたいと思います。もう本当に手触り最高。もうまずこう持った感じは普通だね。なんか特別なんかしっかりしたボトルっていう感じはあんまりしないかな。まあでもこれ仮に5000円だったら、ちょっと欲を言えばこれスクリューキャップじゃなくて、まあ、コルクでも良かったんじゃないかなと僕は思います。はい、ボトルはこんな感じですね。かっこいい、いいね。よし、じゃあ開けます。よろしくお願いします。香りは強めなのかもしれないな、これは。よし、じゃあちょっとまずストレートから飲んでいきましょう。ちょっと入れすぎたかな。よし、じゃあまた戻しましょう。それじゃあちょっとまず香りからいきたいと思います。いただきます。おー
いいね。うん、めちゃくちゃ甘い香りがする。うん、やっぱりちょっと 51% あるから、ちょっとアルコールの刺激はあるかな。でもすごく、甘くてフルーティー。なんだろうな、ちょっと少し柑橘系な感じもありますね。フルーツの。で、ちょっとね、ドライフルーツな感じと、まあ、みかんとかオレンジっぽい感じの香りもしっかりあるね。うん、ちょっとスパイシーさもあるな。うん、で、スモーキーさもちゃんとしっかりあるな、これは。うん、でもこれ多分シェリーかなんか使ってるんでしょうね。すごくフルーティーで。うん、いい感じ。でもちょっとバーボンのようなこのエステリーさもね、少しだけいるんだよな。うん。じゃあちょっと、いただいていきたいと思います。いただきます。おー。これは結構うまいな。すごいリッチ。なるほどね。うん。本当にフルーティー、果実味が溢れてて、で、ちゃんとウッディーさもありますね。で、ポートダンダス蒸留所の僕、ウイスキー一度も飲んだことないんですけど、なんかね、トウモロコシの感じ、意外とね、わかんないかなと思ったんだけど、穀物の甘さすごい感じます。うん。うん、なんかすごい、結構香ばしい。美味しいな、これ。これちょっと加水しても美味しいかもしれないな。ちょっと加水してみます。ほんのちょっとだけ。はい。で、これでちょっとまた飲んだらすごく開きそうな感じはしますね。よし、じゃあいただきます。おー、なるほど。いきなり甘さがね、まあ5倍ぐらいになったかな。うん、めちゃくちゃフルーティー。なんだろうな、すごいこう濃厚なシェリー酒のこう香りを嗅いでるような感じしますね。あ、でも若干スモーキーさありますね。うん、スパイシーさの香りがちょっとどっかに行っちゃったかなっていう感じ。うん、よし、じゃあいただきます。うわー、うわー、バリうま。美味しい。お水入れてもすごく美味しい。うん、で、やっぱりだいぶね、お水入れたから角は取れて、アルコールの刺激はすごく落ち着いてきたなっていう感じなんだけど、あのね、飲んでみるとやっぱりね、香りの段階ではなかったスパイシーさがちょっと出てきたって感じだね。うん、これ結構ね、加水した方が好みっていう人は意外と多いかもしれないね。ちょっとね、飲んでみると余韻にこう蜂蜜とか、蜂蜜というかメープルシロップのようなね、感じがすごく出てきてて、うん、めちゃくちゃいい感じです。うん、うん、美味しい。じゃあ最後ちょっとロックでいただきます。もうこれは多分ね、間違いなく美味しいと思う。もうこんなんうまいに決まってるじゃないですか。もう香りがね、やっぱロックでもすごいきます、ここまで。あー、ロックにした方がすごいね、柑橘系の雰囲気がドカーンってくる。ストレートとかでもすごく感じたんだけど、ロックの方がね、より柑橘を感じる。うん。おー、これが一番僕好き。うん。もう、オレンジとかの、ジューシーな感じがすごく出てる。これはうまいぞ。51% も度数あるんだけど、これはスルスル飲めちゃうかな。うん。ちゃんとスモーキーさもあって、いやー、本当によくできてる。これね、酒屋さんで買ってきて、僕行った時4本置いてあったんですよ。で、そのうちの1本だけゲットできたんですけど、酒屋さんの人も多分残りの3本も今日中に必ずなくなるよみたいな感じで言ってたんで、もうね、見かけた人は本当にこれね、買った方がいいと思います。で、そのポートダンダスだっけな、そこの蒸留所がもう確実に閉鎖してるっていうのは分かってるんで、もう原酒は減っていくばっかりなんで、少なからずこれは持っとく価値はあると思いますね。まあ僕の個人的な感想なんですけど、まあ変な話ね、自分めちゃくちゃウイスキーに詳しいわけでもないし、ウイスキー評論家でもないんだけど、シンプルに一ウイスキーファンとして、このジョン・ウォーカーのサンズ・セレブラトリーブレンドを飲んだ感じだと、今日は僕はそんな風に感じましたね。うん。本当に美味しかったです。はい。ということで今日はジョニー・ウォーカーの200周年記念ボトル、
ジョン・ウォーカー&サンズ・セレブラトリー・ブレンド。よし、言えた。こちらのテイスティングをしてみました。そして参考になったと思っていただけたら、ぜひ皆さんチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そしてインスタグラム、ツイッターもやってるんで、もしよかったら遊びに来てください。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。